よし。騒がしくなるというより手止めんな。やれやれ。皿洗っとけよ。いいか、生意気言ってん。いらっしゃ。取り込み中。なんでもね。先日地下鉄で起きた列車暴走事故は多発している精神暴走の関与と合わせ。ああ、今。これ気になりません。普通に暮らしていた人がある日急、それも立て続けに。それはご注文ブレンドください。アルバイトの人余裕あるん。いや、そう。あなたはこう。へえ、今大変よね。鴨志田って教師、人が変わったよ。それもある日突然。人間の心理状態って。コーヒー、ま、はい。よし、今日こそ買い取ってくれそうなところに。
それよりその袋見たって減らね。ちょっと本物の銃でも、リュウジの持ってたモデルガン、あのミリタリーやな、このこんなすげえ、これだけリアルならパレス次に来るとき持ってこいとか言ってたよ。チャンスじゃねえか。マジで信じちゃいねえだろうが。回答お願いチャンネル。回答よくやった、これで私も頑張れる、勇気をくれ。ちょっと今まで自分のことで精一杯だったけど、だよなあ。そうだよ、1時間あと50、こんなペースじゃ牛のスイーツメニュー、荷物頼む、お前らの分も取ってくっから。肉だけ、どれから行こう。こっちはいやうっさい、一個いくらだと思ってんの。プルトンのビュッフェケーキで分かんなかったから、とりあえず豆にしといて。ま、結構変わったものあったから、イプバナナのフライでしょ、ピータンでしょ、む盛りすぎてぐちゃぐちゃになったけど、多分グロス行こう。こいつらのチョイスにはセレブス、頼む、そこで荷物の番でも。はあ、ひいち、さすが最高級ホテルのビュー、食材の種類もランクも半端じゃねえし、いろいろあるけど、魚料理を盛りに行くぞ。どこのテーブルかな。奥様、ご覧になりました。ああ、セクハラ教師の、あの花、春先の精神暴走事件、あんな低俗な事件に、この国が平和ってことかしら。鴨志田の事件のこと、あら、やば、注目されてるぞ、後で食いたいし。やだ、こんな友達連れじゃないでしょうね、騒がしい、行きましょう。子供がビュッフェ楽しんで、
他の奴らの反応も気になるな。よそのテーブルのとこにそれっぽい奴ら。蓋を開けてみれば、元スおとなしく鴨志田先生を真面目に調べる案件じゃないだろ。下に丸振りのままでいいだろ。シロ鴨志田のこと調べてんのかな。ん、やば、脂身少ないとこ。そろそろ先生着く頃だ。お偉方集めて何の相談。身なりはきちんとし、他の奴らの反応も気になるな。やっぱ米だろじゃなかった。そんなに視聴率良かった女子高生に手を出した教師のニュース。要は煽り方だよ。低俗で刺激的な話題を分かっ鴨下のせいで自殺し、ところで急なこ、それはやば、おこげ忘れんなよ。急な心変わりに悪いけど会議が終わった。急な心、他の奴らの反応も気になるな。近くで見るとでかいのじゃなかった。どうせすぐに広まるって。例の鴨志田が世直しヒーローに。うちで扱うには少し。いいからいいから、どうせ元ネタは学生の噂。いるはずのない怪盗団を本人たち目の。あ、やば、ホイップクリームいっぱい。どっ、ああ、なんか知らないガキ。行こうか。もうよそのお子さん捕ま、話聞けそう。しかしここにいた大人たま、花大人連中は醸した料理も一通り揃ったし。あ、料理。どういう高級料理。お前可愛いこと言うな。つかはしゃぎす。龍二に言われたくねえよな。つかもな、食いすぎじゃね。次いつ来れるかわかん。てか持ってきすぎだよ。残したら行儀悪。龍二手伝ってあげれば。みんなで食え。私もケーキめっちゃ食ってんじゃん。こうなったら。まだ諦めん。で、俺たちみ、みんなでやっ、みんなお疲れ様。最後おすすめは季節のタルトかな。グレープ。やめろ。我が輩も。ちょっと見、多めに見てあげようじゃないか。普段ろくなもん。親御さんの顔が見んだ。それどころじゃねえ。まだは、レストランの階のトイレ清掃中でも吐くまで食うって豪語して本当に。お前もだ。レストラン何階だっけ。上がってきたから下の階だろ。で、はあ、事件のことまだつかめんのか。は、はあ、あの、なぜそこまでご収拾。貴様の意見などいい。急げと言ったら急げ。普通に何か。何か。な。急いでたら割り込みありかよ。しばらく来ない間に客層が変わった。
あ？先生。分かっ。構うな。下に。もう。ムカつくやつだぜ。いちいち。許せねえんだよ。どうした？本当？いつもろくなもん食ってねえからだろう。何がセンス？細っ。なんで？ごめん、さっきぶつかってきたの向こうなのにさ、皿を。くそす。うん、でもさ、お店の人が私を見て、私ら。なあ、なんだ？パレスって誰でもあるんだよな。歪んだ強い。お宝取れば改心するってのもか。そうなる。どうしたの？急。さっき俺らも会ったんだ。俺らならそんな奴らを。回答続ける。考えて。せっかく俺らが鴨志田の奴改心させたのに、それによう我慢してるしかなかった奴らが。私、困ってる人を見過ごしたら前の自分。まあ我が輩が直々に来たい。俺たち怪盗団な。で、またシャドウと戦う。ああまあ、いいな。これでようやく駆け出し。おっしゃ。クソな大人どもあっと言わして。リーダーって意義なし。我が輩を差し置いてってのはあるが。そしたらさ、前はなんとなく心の怪盗団だったけど。はいはい。だったら可愛くて、ピンクダイヤ。なんか臭いや。じゃあわが甘鯛のポワレ、シャンピニオンソース。甘さっき食ったやつだ。メモ。アホか。もうの手。名前はこれ。名前はそれでいいとして、ターゲットは誰にすんの？クソ大人の。あえて大物だけ狙っ。まあそんなとこだ。大物の。そしたら俺たちを信じる奴ら。龍二にしては面白い意見だ。確かに私たちのことがもっ。でも適当に誰から。なら全員が乗れるやつに。うん、全会一致で決めた。いいね、全会。怪盗団の結成だぜ。大変。話の続きを。
人の歪んだ認知が形になった異世界。しかも教えてくれたのが、率直に言ってよまいごけど、でたらめにしては鴨志田の君を逮捕した警察官たち。まあいいわ。喋る猫とやらの他に登場した二人の中、話の流れから言ってかも。そう、追及すべき事件はまだまだある。次に予告状が出されたのはこの人物。日本画の大家マダラメ一流祭。この男が狙われたのは鴨志田以上に不可解。まずどこで知り合ったの？直接君たちが何を。つけておこう。